マツアブガイツケンです。ラストです。今回はですね、はい、ユニクロ U の新作、ワイドフィットジョガーパンツを紹介したと思います。マネージャーパがちょっと気になった商品を今回紹介していくんですけど、はい、はい、ということで、はい、今回はですねユニクロ U、新作ついにね、1月28日かなに出まして、はい、ユニクロ行ってまいりました。行ってきましたね。はい、ユニクロ行ってちょっとねいろいろ見たんだけど、うちらがねちょっと気になった、マネージャーパがちょっと気になった商品を今回紹介していくんですけど、はい、で今回一発目がね、はい、このワイドフィットジョガーパンツっていうパンツがちょっと気になったんで、今回レビューしていきたいと思うんですけど、はい、まあ、ジョガーパンツって何かというと、ちょっとジョガーっていうのが、ジョギングする人、はい、ジョギングする人のためのパンツということで、ジョガーパンツっていう名前になってるんだけど、でディティールがですね、こんな感じで裾部分がリブだったり、ゴムで絞られてる、そうね、こういうディティールのを、ジョガーパンツっていうんだけど、だからこれ一見ちょっとシンプルなパンツっぽいけど、ここがやっぱリブだから、そうやっぱここが特徴なパンツだよね、そうだね、だから結構ワイドフィット、ワイドなんだけど、この辺は、ね、このリブがあることによってテーパード効いて、少しこうね、シュッとしてちょっとね、普通のパンツとは違うシルエットになってるから、そう、そこがね、やっぱこのパンツの特徴になります。そう、面白いね、これ結構ね、で、素材がですね、コットン 100% のサテンジっていうことで、結構ね、こうサラッとしてるというか、そう、まあ、着心地とかはね、結構いいです。で、生地感的には、まあ、結構薄い感じで、そう、まあ、いわゆる春夏だから、春と夏に、まあ、涼しい感じで着てるパンツだよね、これね、で、まあ、ディティールね、見ていこうと思うんだけど、さっき言った通りこのパンツの特徴は、一番はね、この裾がゴムで絞られてるかな、ね、それプラス、腰部分、このようにゴム仕様になってます。そうね、うん、イージーパンツみたいな感じですね、うん、で、中にこうドローコードが結構太めのドローコードがついてて、ここでも絞れるよっていう風になってます、だからベルトがないから、そう、ベルトループも一切ない、ベルトループがないから、この紐でね結構アジャストする感じのパンツだね、これね。そうね、で、このね、フロントなんだけど、このフロントがこのスナップボタンになってて、このプラスチック製のスナップボタンになってます。そうね、パチってタイプですよね、その下なんだけど、このジッパー、YKK のシルバーのジッパーになってますけど、で、こういう風に開閉する感じになってます。はい、イージーパンツだけど、しっかりこのボタンとジッパーはあるって感じだね。そう、だからね、トイレ行く時とか、うん、まあそんなに不便ではないよね。そうね、このイージーパンツだとない時はさ、ここまで全部下ろしていかなきゃいけないけど、まあ、そうね、で、前にポケットが2つあるんだけど、まあ、切り込みは結構縦、そうだね、垂直な感じですね、で、右なんだけど、右のポケット手突っ込むと分かんないけど、袋が2個あるんだよ。そう、普通ポケットの中にちっちゃいこの袋が入ってて、一応コインポケットって言われるのかな。そう、これも、使ったことないんだよね、こういうので。去年ね、ユニクロのイージーパンツなんだっけな、なんか買った時に、それ同じだったね、仕様が。そうそうそう、で、これね、意外に邪魔なんですよ、これ。ね、邪魔だよね、これ。そう、ね、いらないよ、これ、正直、コインここに入れないし、なんだ、スマホをここに入れるのかな、まあ、なんか小物とか入れるときも、なんか、なんだろうな、ね、このどっちかに入れなきゃいけないっていうか、なんか、ね、手つくのときに、あんまいらないなっていう、ね、結構だってこれも凝って作ってるじゃん。そう、大変じゃん、これ作るのね、なんだろうね。そう、で、これは右にあって、左にはない、左にはないね。そう、まあ、そういう仕様になってます。後ろがこんな感じで、フラップポケットですね、蓋がついてる、フラップがついてるポケットなんだけど、こちらもそのさっきのね、フロントボタンと一緒でスナップボタンついてて、結構大きめかな、大きいね、フロントね、の、まあ、パッチポケットなんですね、で、前のね、この膝部分なんだけど、一応こことここにステッチが入ってて、これこうダブルニーなのと思いきや、まあ、見た目はもう完全ダブルニーの見た目になってるんだけど、裏見ると、ダブルニーじゃないんだよね。そう、ダブルニーもどきなんだよ、そうね、一枚布の縫い目でつけて、またここも二重になってないんだよ。そうで、一枚布のまた切り込み入ってつけて一枚布だから、特に強度とかは上がってないというか、そうだね、ね、単純にディティールのデザインとして入ってるだけ。ジョガーパンツだから、まあジョギングするためだから、そうね、まあまあいらないんだろうけど、だから機能的になってるわけじゃなくて、ダブルニーっぽく見せてる感じかな。でジョギングするときもさ、まあ、ダブルニーだったらちょっと邪魔だもんね、そう、逆にね、だからまあ普通に動きやすい感じにはなってるのかもしれない、まあディティールは、まあこんな感じのパンツなんですけど、だいぶシンプルっちゃシンプルだね、これ。そう、シンプルだよね、特徴なのはこの裾の、このゴム仕様とやっぱりシルエットですね、これ。そうね、完全にシルエットだよね、
まあ、パッと見さ黒だし、うん、ちょっと普通のパンツっぽいんだけど見た目が、うん、やっぱりシルエットがちょっと面白いっていうか、そうだね、ワイドで、まあ、テーパード効いて、うん、足元は本当やっぱジョガーパンツだから、うん、すっきりしてるから、うん、ちょっとね面白いんですよこれ、はい、うん、まあ、いつもみたいにねうちらの好きな感じで、はい、まあ、コーデしてみたんで、よかったらこのシルエット、うん、注目しながら見てみてください、はい。はい、ということで、はい、してきたんですけど、まず俺からバンズのこの前ね紹介した、うん、あの虎柄のスリッポン履きまして、うん、でそれで、まあ、このジョガーパンツ履きまして、上にデニムジャケット着て、その上に、まあ、N1 着たんですけど、うん、で N1 とそのデニムジャケットでさ、やっぱ結構コテコテっていうか、うん、もうザ・アメカジみたいなアイテムじゃん、うん、でそこでやっぱちょっとね下をあえてこのジョガーパンツとトラガラとか履いて、うん、まあ、ちょっと外した感じかな、うん、やっぱりねこのシルエットが面白いよね。そうだね、うんうん、で続きましてね、はい、俺は下にコンバースのオレンジのやつ履いて、うん、まあ、このジョガーパンツ履いて、うん、まあ、中にペンドートンのクールシャツ着てからカーハートのね、はい、このアクティブジャケット着たんだけど、まあ、結構その本当これシンプルじゃシンプルじゃん、うん、見た目は、うん、でまあ単純にシルエットがいつもと違うって感じなんだけど、うん、その黒だし、うん、上のねカーハートも結構黒で、うん、まあ、中のそのウールシャツのオレンジっぽいのと、うん、まあ、靴でまたオレンジで合わせたって感じなんだけど、うん、まあ、いつもの普通に持ってるパンツだと、うん、やっぱこのシルエット持ってない感じだったから、うん、ちょっといつもと違う、うん、なんかシルエットになるというか、うん、スタイルになるから、そこはなんか新鮮味はあったね。そうだね、うん、ブラックパンツだから、うん、そんなになんか変わんない感じするんだけど、ね、やっぱシルエットだけで全然違う、全然印象違うから、うん、面白いよね。なんかこう体あってスーッみたいなね、なんか感じだね、うん、この感じ、うん、があったよね、うん、で一回ねちょっとブーツでこれ履いてみたんだけど、うん、ブーツ合わないな。確かに、うん、違うねやっぱり。違う、ここがカジュアルすぎるから。そう、なんかめっちゃブーツにそのブーツインして履いてるみたいな、うん、シルエットになっちゃうから。確かに、なんかそこはあんま合わないからスニーカーがいいかな、そうね、履くなら、うん、うん、で今回ね、うん、このブラックを購入したんだけど、はい、色展開が計4種類ありまして、うん、このブラックとダークグリーン、うん、ナチュラル、ブラウンっていうのがありまして、うん、まあこれがね、一番良かったかな。でもダークグリーンもあんま良かったよ。確かに、うんうん、ダークグリーンも良かった、うん、ダークグリーンかこれで迷ったんです。そうで、結局これ買いまして、うん、まあ黒は合わせやすいかなと思って。そうだね、無難に一番、うん、やっぱりね、初心者とかはこれが一番いいかもしれない。そうだね、うん、でもシルエット的には難しいかも、逆に。確かにね、うん、合わせるのが、うんうん、で今回ね、この商品なんだけど、うん、まあ、ユニクロ U がその1月28日に発売開始なんだけど、うん、この商品だけなんか入荷遅かったみたいで、うん、1月30に発売したっぽくて、うん、そうだ、結構ね、あの新しいんで、うん、まあ、気になった人はユニクロ近くにある人は行ってみても面白いかもしれないですね。はい、ということで今回はこのユニクロ U の新作、はい、ワイドフィットジョガーパンツを紹介したんですけど、うん、でグッドボタンでですねコメントくださるとうちらモチベーション上がるんで、うん、どしどしお願いします。あとね、 Twitter と Instagram、うん、TikTok もやってるんで、そちらのフォローとチャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録もぜひぜひお願いします。ではということでお会いしましょう。バイ。